今日の曲は春雨です。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークが明けまして、東京はだいぶ暑くなってまいりました。私の着物も冬物からですね、一重の裏地がない着物に変わりました。今日の曲は春雨という曲です。この曲はメロディーがとても美しくて魅力的です。そしてですね、三味線と歌の運びがですね、何かね、会話をしているような感じがして、私はとても好きでございます。時にはこうお互いに互い違いにこう音が入ったり、あるいは少し追いかけっこをしたり、あるいはこう一緒に運ぶ部分があったりして、この三味線とね、歌とのコンビネーションみたいなのがとてもね、素敵な曲ですので、お聴きいただけたら嬉しいです。このチャンネルを長くご覧になっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、今私はですね、お座敷系の三味線の手と歌を大幅に変えている途中でございます。もしかしたらこれも、この曲ももう少し変化させるかもしれませんが、今現在の感じはこんな感じでございます。それでは春雨でございます。お楽しみくださいませ。ほっ。
でしたでしょうか。三味線には美しい曲、素敵な曲たくさんございます。あなたにも三味線の世界を楽しんでいただけたら幸いでございます。三味線の演奏を聴ける催しの情報はメール通信の読者様にお届けしております。メール通信もぜひご活用くださいませ。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。